サイヤ人知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。や奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キエンザン。そんな。尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。
そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ、出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつをやつにぶつけてくれ。わかった、やってみる、任せてくれ。くそ、あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない、悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、分かるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度ヤツと戦うチャンスをくれ。分かったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんでおくんだな。おさん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。絶対遊んでくれよな。
なあ。ん？参っただな。わかっただ。それじゃあ、頑張るだぞ。頑張るだぞ。
さっきは何もなさそう。はっ、えい、それい、はっ、えい、それい、はっ、えい、それい、はっ、えい、それい。Yeah!
りそう。はい、行くぞ。やっほー、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 やっほYeah!
くてもなんとか勝てそう。いや、ハッハッハッ、なんか僕がやっつけてやる。Hey!
What?